ンとフランスの国境にそびえるピレネー山脈、その懐に抱かれたアンドラ公国です。輪になって踊っているのはサルダーナ。スペイン・バルセロナを中心とするカタルーニャ地方に古くから伝わる踊りです。カタルーニャの文化を今に伝える国、それがアンドラです。アンドラ公国はイベリア半島の付け根、スペインとフランスの国境にあります。横浜市と同じぐらいの面積におよそ7万の人々が暮らしています。首都のアンドラ・ラ・ベリャです。EU に加盟していないアンドラは日本の消費税にあたる付加価値税がありません。香水や時計、化粧品など世界中の一流ブランドを並べた店が軒を連ねています。隣のスペインやフランスから買い物客が押しかけ、観光客は年間1000万人を超えます。Sí que hay, pero... ¿Te gusta más? Sí, me gusta más. ¿Y ahora compro la... esta... la goja? Sí. La goja... ¿Shirts? Bueno, todo. Los deportes, que puedes hacer deportes de montaña. Qué bueno que vives aquí. Tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Supongo、sí. que como en todos los、sí. sitios. Sí. ¿Sí? 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 ¿Sí?荒涼とした大地が広がっています。農業に適した土地が少ないため、アンドラの人々はもっぱら羊やヤギなどの放牧で暮らしてきました。11世紀から12世紀にかけて作られたロマネスク様式の教会も数多く残されています。当時イスラム教徒に支配されていたイベリア半島ではキリスト教復興の機運が高まりました。カタルーニャはキリスト教世界の最前線にあったため、数多くのカトリック教会が作られたのです。中でも有名なのが半円形の聖堂を持つ聖ジョアン・デ・カセイエス教会です。氷河によって削られた石を積んで建てられました。聖堂の中には12世紀に作られたキリストの貼り付け像が残されています。長い年月を経てかなりの部分が欠けてしまっていますが、漆喰で作られた珍しい像です。アンドラが独立したのは1993年。それまでの700年間、アンドラはスペインの司教とフランスの貴族の共同統治のもとに置かれてきました。かつてピレネー山脈にあった小さな国々は、フランスやスペインの中央集権化が進むにつれてどちらかの国に併合されていきました。しかしアンドラの場合、スペインとフランスが共同で統治していたことが幸いしました。互いに相手国を牽制し合ったため併合を免れたのです。ボンディア。ボンディア。ボンディアは
カタルーニャ語のこんにちは。アンドラは世界で唯一カタルーニャ語を国語としている国です。フランコ時代、スペインでカタルーニャ語が禁止されていた時も、アンドラではカタルーニャ語が公に使われていました。4月23日はサンジョルディの日。カタルーニャ地方では恋人たちがプレゼントを交換します。サンジョルディは4世紀の殉教の騎士。竜を退治してお姫様を救った時、竜の血から生まれたバラを贈った。その伝説からこの日、男性は女性に赤いバラを贈ります。そしていつしかお返しに本をプレゼントする習慣が生まれました。この日販売される本は全て1割引き。スペインやフランスからも大量の新刊本が送られてきます。昼過ぎにはプレゼントを交換する男女で街中がいっぱいになります。バルセロナで歌手をしているマルタ・ローレさん。サンジョルディのお祭りのために故郷のアンドラに帰ってきました。大切な相手に渡すため真剣に本を探します。プレゼントを渡す相手は4歳のマナ息子ジュレン君です。Me es tan difícil recordar quants escenaris has sentit la nostra. マルタさんはシングルマザー。今は息子のジュレン君が最愛の男性です。アンドラで電気工事の仕事をしているダニエル・ペレスさん。ペレスさん夫婦は結婚以来30年近くプレゼントを交換し続けてきました。Lo he elegido porque habla de la felicidad y mi meta en la vida es ser feliz y ser feliz con él. Entonces lo leeremos los dos a ver si podemos ser más felices todavía. Esto es fantástico, ¿no? Hombre, pues sí, eso es de luxe. カタルーニャのハムと自家製のワインでサンジョルディの日を祝います。Okay? Okay. It's good?¿Has que te codo? No. リビングルームに飾られた帽子、バラのドライフラワーが挿してあります。結婚以来毎年夫のダニエルさんから贈られたバラ。夫婦の歴史が刻まれています。ピレネーの懐、カタルーニャの文化を伝える国アンドラ。人々は春の訪れを恋人と祝う素朴で温かいひとときを大切にしています。